東海学園前駅は、熊本県熊本市東区トロック9丁目にある、九州旅客鉄道法被本線の駅である。駅名の通り、東海大学熊本キャンパスの敷地に隣接しており、東区内で唯一の JR 鉄道駅である。開業にあたり九州東海大学が、建設費の一部を負担している。単式ホーム一面一線を有する地上駅。 ホームから大学へは踏切を渡る必要がある。開業当時から無人駅であったが、用地の関係から朝のラッシュ時の混雑がひどい状態が続き、また大学生が通過列車にはねられ死亡する事故が発生したことから、混雑緩和と安全管理を目的として、2005年10月3日より、駅舎を九州東海大学校内に設置して駅員を配置した。 大学校内に駅舎が存在する駅として JR では最初である。JR 九州サービスサポートが駅業務を受託する業務委託駅であり切符売り場が設置されている。2015年度までは熊本市統計所による2016年度分からは JR 九州のサイトで公表されている乗車人輸数データに基づく。 2020年度の1日平均乗車辞任は1212人である。周辺は住宅街で学生向け低層アパートも点在する。東側は東海大学、東海大学附属熊本星、小高等学校の敷地が占めている。駅北東側の熊本県道145号線上にある。駅から離れた産業道路上にある。ありがとうございます。